皆さんこんにちは、ナミです。今日はですねクリスマスシーズンということでクリスマス企画をやっていきたいと思います。で今日のゲストなんですけれども、ナミゴルフとは、いろんな形でコラボしてくださってる方です。はい、前回出演していただいた時にも視聴者プレゼントを初めてやってくださったりですとか、1本10万円相当するキャディバッグを2本もくださったあのね方、だって3000人の募集来てんで、すごいっすよね。すごいよね。うん、早速呼びたいと思います。よろしくお願いします。はい、どうも、ウェザー記者の黒田です。黒田さんです。どうも、久しぶりです。どうも、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。前回来てくださったのが8月やったんで、もう4ヶ月ぐらい。そうっすね、早いっすね。はい、もう冬っすもんですね、もう冬、夏から冬に、ね、あれからいろいろありましたが、ありましたけど、はい、そのトークとかも後ほどやっていきながらやりたいと思います。はいはい、じゃあ今回も あれをくださるということでよろしいですか。あれですか。はい、あれっすね。あれっすか。そうっすね。いいっすか。はい、行きましょう。ありがとうございます。じゃあ前回同様、前半は私と黒田さんが対決して、はい、黒田さんが私が勝った場合キャディバッグを1本。そうです。ういー、ありがとうございます。そして後半はニッシーさんと黒田さんが対決して、ニッシーさんが勝った場合キャディバッグをもう1本。前回同様ね。はい、はい、行きましょう。2本。ういー、ありがとうございます。1本10万くらいすんねんね。やばいよ、クリスマスだから。そうですよね。そう、はい、クリスマスなんで私も今日は特別な日ということで髪の毛を下ろしてきました。素敵、ね、巻き巻きですね。お嬢、お嬢、巻き巻きです。いや、お嬢じゃなくて特別な日っていう、はい、いつも団子なんでね、はい、忘れはさておきまして。あ、本当だ。そうなんですよ。だってニッシーさんも全然気づいてくれなくて、はい、なんなんと思いながら、皆さんは気づいてくれたかなと思ってます。黒田さん、僕らこういうとこっすかね、やっぱね。そう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 、ね、そうで、悪いのね。はい、悪いのこういうとこっす。普通気づくやん。今日お団子じゃないんやみたいな。多分ね、他の男子だったらね、うん、気づくか。気づくです。気づかなきゃいけないポイントですよね。そうですよね、はい、そこだ、ニッシーね。そこですね。そこ気をつけていきましょう。ほんまに、はい、で、今回は前回と違いまして、私が負けて黒田さんが勝った場合あれをするんですよね。そう、あれです。あれ、なんかちょっとレザレクションの方から、はい、こんなのどうよっていう提案をいただきまして、はい、レザレクション一日店長をやりたいと思います。おお。来るぞ店長。来ますかね。来るぞ。来てくれたら嬉しいですけど、うん、レザレクション知らんのにドヤ顔でめっちゃいろいろ説明しますので店長やのにコキとかめっちゃ使われながら一日頑張って働く。それはもちろんナビゴルフカメラ撮っていいってことですよね。そうです。ありがとうございます。どっちが勝っても面白いことになりそうかなと思うんで、うん、で今回も概要欄にもうすでにね応募方法書かれてると思うんで、はい、皆さんぜひたくさん応募してください。はい、じゃあ早速回っていきたいと思います。はい、で私と黒田さん始まった。回った、はい、前回ね5本、うん、クラブ使ってもらったんですけど、そうですね、今回は4本にしました。はい。もうどんどん減るね、どんどん減らしていこうかなと思って、ね、もう次来てもらったら3本、1本とかなるからね。そうそうそう、1本やばいですね。プロゴルファー3本。ドライバーだけど、ドライバーだけ、パターもなし、パターやばいそれ。来た。はい、あれ、え、4鉄4ですね。いいね、いいね、いいね。いいんじゃねえの。4鉄だったら飛ぶもんね。あ、確かに。また鉄攻めやん。6ね。あ、だもう。あと2回、これ 2回です。うわー、シャイ、マジ持ってるわ。ただのゴルフやん。一番大事なね、ラスト、ラストです。よし、うわー、ひ、え、もう負けた。早い早い。なんでやって。え、いいぞ。4鉄、6鉄、ピッチング58。あ、全然ゴルフなるじゃん。いや、完璧や。もういいですよね。ああ、うん、負けやん。でも前回アウトスタートでしょ。はい、今回インスタート。いや、ほんまにアーメンですよね。そう、いや、余計不利やん。皆さんごめんなさい。ほんまにごめんなさい。応募してもらったかもしれないけど、でもほら、はい、前回みたいな感じになるから、はい、ああ、またマッチプレーでしょ。マッチプレーです。ちょっと頑張ります。入れましょう。はい、じゃあ早速行きましょうか。はい、1ホール目パー4です。行きましょう。よいしょ。4本で、4本で行きます。またクラブ選択が難しいですね、本当に。4、6、はい、P、 5、8しかないから、はい、
58585858? あるよ。刻んでこう。いやー、どうする？太平洋成田のインコースからなんで、はい、初めてのアーメンですね。もう後ろに見えてるのがアーメン。はい。でもこの前マスターズ見たんで、そういうことですよね、アーメンコースって。そう、元にしてる。元にしてる、はい、楽しみです。はい。決めた。ちょっとマスターズと同じ編集やってくださいよ。無理だわ。ドローンでビューンってやって。そう、めちゃくちゃあれ素敵やったわ。クオリティやばかった。めちゃくちゃいいっすよね。半端ないよな。あの100万円ぐらい予算必要ですね。うん。350チャード6番屋です。はい。おかしい。ゼロフィット。お、何でしたっけこれ。プレミアム。プレミアム、これめっちゃいい。やばくないですか。やばい、つけ心地やばい。レザレクション規格だったのに。数億年ぶりにサンバイザーかぶったんですけど。僕やってますよ。大丈夫ですか。え、新作ですか。これ新作です。見てください、ツバ。めっちゃ逆光なんで。お、いいですね。どうですか、この柄。いいでしょう。はい、定番の。ユニセックスです。S です。でなんか前、あれ前もあったって言ってましたっけ。なんか人気でなくなってたかな。そう、それはメッシュキャップ、はい、でこれが出てたツバ上に柄。それのサンバイザータイプ。うん、今ナミちゃんかぶってるやつは裏に柄入ってる、はい、うん、なるほど。 それを逆転して350チャード6番屋です、はい、おかしい。もう一回言ってた。うわー、後ろ、ナイスドロップ。なフェアウェイど真ん中ですね。ナイス、仕上がってます。なさすがですね、やっぱり。あの黒田さんはもう前回見てくださった人は分かるかもしれないんですけど、どこでやってた坂田塾。そうですね。っていうところでずっと幼少期から裸足で。そうですね、最初は。そこまでは言ってないかもしれないけど、はい、やってたくらいなんで、ほんまプロみたいに上手い。最近練習してなくて6番アイアンが溜まった。そうですね。なんで今回は、まあ、西さんの企画もちょっといろいろルール付け足してやらないと負けるかなと思ったんで付け足します。で私も5本やったら苦しそうやなと思って4本にしたんですけど、はい、2番って取りすぎて不純いいね。はい、じゃあお願いします。お願いします。お願いします。おっしゃ、今いい球出たね。よし、よいしょ、よかった。いい音だ、ね、オノフの音だ。オノフの音ね、すげえいい球。俺もすげえなかった。進化、進化しました、ね、でも前やった8月ですからね。あの時、はい、コテンパにやられたかんな。あの時意外と近ったんですよね。そう、ナミちゃんいいゴルフしてましたよね。いやマジでパワー何個取った。パワー5個とか取ったですよね、はい、めちゃくちゃいいゴルフしてた。今日はもっといいゴルフしたいと思います。はい、はい、皆さんの期待値がすごい。そうだよ。またいいバックに年間よ。年間4本は相当やばいですよね。40から50万ぐらいじゃないですか。いやね、ありがとうございます。しかも前回なんかあのじゃあコラボ商品作ろうよってちょっとノリで話してたじゃないですか、はい、それが実際実現して、ね、そんなことになってたかなかったですけど。帽子とキャップ、はい、あとあれもパーカー。パーカーね、パーカーもキャップもめっちゃ売れたからな。ちょっとその話も後で聞きましょうね。そうですね、距離が195でした。195、はい、6番アイアンです。うん、まっ。ナイス、多分乗った。乗った、多分乗ったと思う。ナイスです。すごい、うん、まいや絶対朝練してきましたよ。絶対してますよね。油断させてました。はい、仕上がってるわ。僕らが来るより早く来て練習した感じ。そうそう、で朝ちょっとあの娘送っていかなあかんから遅くなるっていうのは嘘です。嘘、はい、129、8番アイアンです。はい、あれ左だけどバンカーあるかな。うん、バンカー避けたんじゃない。バンカーより左かもしれないですね、はい、バンカー避けました。早速新兵器使いたいと思います。でも来ました。はい、
あのウェッジを買いました。デデデデモチベッジっていうやつです。はい、あの今日の朝初めて使ったんで、コースで使うのも初めてですですね。感想はめっちゃ打ちやすそう。練習場でいい当たりしましたよね。ね、いい感じやなと思ったけど、さあ打てるかな。ね、モズウェッジはゴルフ夫婦のね、うん、お二人も使ってました、ね、はい、これはすごいとこや。まあでも大丈夫か。なんか足跡が、動物の足跡がいっぱいある。ね、すごくない。はい、56度ですね。はい、56度、新兵器です。はい、うん、まっ、当たれ。うわ、ナイスナイス。おお、これがムズの力。めちゃくちゃ柔らかい球出ましたね。ね、ふわって。これでアプローチ良くなったら、うん、カスプロのおかげじゃなくてムズのおかげ。またあの泣いてるカスプロ出してきます、ね。はい、泣いといて。もうまあ最近ちょっと褒めすぎたんで。ね、めっちゃ強いからなこれ。ほんまに。おお、黒田さんのロングパット入るのか。めちゃくちゃ長いねこれ。めちゃくちゃ長いから。20メートルぐらい。え、なんか30ヤードぐらいなんじゃない。30ヤードぐらい、確かに。うわ、めっちゃ弱いし、どこ打ってんの。おいや、おいよ、ナミさん、チャンスですよ。チャンスですよ。切れるよな。惜しい。うわー、よかった。ナイスパット。ナイボー？ボギーだ。ナイスボギー。パッとボギー。負けた。負けましたね。いや、スリッパ出しちゃった。まあ、でもあれはあの距離はちょっとないよね。なかなか大変ですよね。ないっすよね。はい、キャディバッグはね。そうですね。どうなるかわかんないですけど。え、何色にしてくれるんですか。何色にしましょうね。前が黄色、黒黄色と赤。はい、なんかブルーみたいな。そうですね。だからオレンジ。ああ、オレンジ。オレンジブルーと、はい、あとどうしようか。こんな感じです。出してください。オレンジブルーと、ちょっとそれは考えましょう。はい、はい、クリスマスカラーないですか。赤緑。確かに。ね、もう一色何にしようかな、迷いますね。うん、じゃあ私とソロで。あ、お城？黒田さんとお揃い。結局。いやいや、どっからラーメンでしたっけ。13？ 13、14、15。13、そうそう。あ、じゃあ2話目からですね。2話目からラーメンします。確かに。ナミちゃんのラーメン見たいよね。見たい。いや、もう、あ、そうだ、日誌、そう、14番で苦しんだんですよね。うん、そうだっけ。打ち下ろしで2打目にこう皮があるところ。そうそう。もう一回しよう。455番パー5、4鉄です。はい、4鉄。こんなとこで4鉄打ったことないな。うん、まーね、超綺麗なドローでフェアウェイど真ん中。はい、ナイスです。完璧、ありがとうございます。4鉄あんなに簡単に打てるんだな。でもね、このクラブね、あれなんですよ、なんか中空、はい、ロングアイアン、こう空いてるんですよ、あの。へぇー、だから飛ぶん。あ、そうなんですね。そう、ミドルとショートアイアンは普通なんですか。間ない、あの、穴がない。そう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 。へぇー、ここあんまりレディースと差がないですね。そうなんです、ロングやのに、ね、424ヤードですよ。確かに強っ。全然ないね。強ってなんか。強っ。強いわ。やばい。強よ。動揺した？動揺しました。動揺したね、ちょっと やらかしましたね。まあでも、あの、打てるところにあるんで大丈夫です。熱い。あの、この、これこれ。熱いです。あ、それ、それも？これも。キートラック。じゃあなんか、その、毎年、はい、も買ってたん。はい。キートラック。え、そうなんですか？そう、うん。今年初なんですけど。あ、そうなんですか？熱い。普通に熱いですね。熱い。ね、
彼女のヒートラブ、ライトじゃなくて人のヒートラブ。あ、そうなんだ。僕ヒート、ゼロフィート。ゼロフィート。イエス。ヒートラブのウール。いいやつね。一番いいの来てるんですけど、暑、うん、いです。あのペラペラの服しか今着てないんで、軽断ってやつ。あれ速断。速断なの。ヒートラブは速断。ヒートラブライトがカルダン。え、カルダンです。あ、カルダン？あれそれヒートラブライトです。そうなの。115ぐらいです。え、ミドルホール。ここからここからミドル始まります。315です。オッケー。あー、すごい転がる。これはいいっすね。下まで行く。ダン。むすめっちゃ履きやすそう。あ、なんかほつれちゃってる。いいっすね、これ。ワンポイントのロゴが、ね、そう、超シンプル。あ、めっちゃ履きやすい。てかさっき生地触ったんですけど、うん、めっちゃストレッチ効いてますよね。なんかね、はい、なんだろう、ジャージじゃないけど、うん、ジャージと、なんていうの、普通のチノパン、はいはい、の間みたいな、でもジャージよりみたいな感じ、うん、なんか、ね、ここにね、ワンタック入ってる。あ、そうなんですか。わざと。へぇ、本当かっこいいって。ちょっとなんかクラシックではないけど、うんうん、そんな感じのテイストにもなるし、いいっすね、うん、いやー、来いよ、来いよ、来いよ。今日のコーディネート、はい、ナミレクション、そうですね、ナミレクションバイザーにレザレクション。いいっすね、このネイビーのニットと白のインナーが合ってますか、うん、ゼロフィッツ、うん、ありがとうございます。下はマンシン。そうですね。靴下も、はい、ペンギンちゃん。そうです。絶対届かないね。絶対届かない。6番で、はい、これどこ打つんですか。先のフェアウェイですか。そうです。ここに打てれば万々歳の気がするんですね。この辺狙いですね。うまっ。マジでうまい。ナイス。狙い通り。すごい。狙いから全然ずれてないね。ロングはバーディー狙いっていうレベルですね。そうです。なんかイーグルあるんじゃないか。やっぱ波ゴルフきついよね。いやでもあの聞いてください、あの小湊さんいらっしゃるじゃないですか、うん、レザーエクションの、うん、あの黒田さんが、うん、まあ、多分波ゴルフ舐めてると。なんでもっと厳しいルールにしてくださいっていうご意見があったんで、うん、ね、なるほどね、はい、本気にさせてくれたあいつを、うん、なるほど、あいつの本気のゴルフを見たい、うん、っていうことをちょっと聞いてたんで。言ってた、はい、うちの黒田が出たら波ゴルフの2人なんてちゃんちゃんですよ。そうそうそう、ね、だからもっと、いやいやいや、どうだろう、ね、本当にそれ言われたんで今回ちょっと禁止のルールにさせて。なるほどなるほど、はい、やっぱ波ゴルフきついよね、俺に対して。特に彼女ね。敵はうちにいたんですよ。そうそう。レセクション内にいたっていう。そう。左側グリーン。ね、グリーンの左側狙いってことですね。そうです。はい。左側グリーン。グリーン2つあるのかと思った。うん、170ヤード5ユーです。ちょっと巻いたけど。うん、結果いいとこですね、フェアウェイ。メリークリスマスあたりに配信したいんで。じゃあクリスマスプレゼント企画みたいな感じですか。そうです。ゆるいね。ゆるい。いやでも、うん、そんな簡単あげないですよ、レザレクション。やはりね。そうですね、うん、いやこの間もなかなかの死闘でしたね、うん、あれだって最後まで見ないとね、わかんないですからね。今回はちょっとガチでいきます。じゃあ言われたんで。はい、今回はあれ？あれ？あれ？カットかな？今回も？今回も。今回もね、本気で。はい。じゃあやりますわ。お願いします。時間ドラとかやめてくださいね。ありましたね、そのありましたね。あったあった。あれ、あの後、何かや、あ、ナミちゃん？はい。あ、やりましたね。あれ見たけど、みんなうまいね。みんなうまい。誰もミスらないっていう。なぜか誰もミスらない。モズに委ねたいと思います。モズは、あ、桜のね。そうなんですよ。ウェッジで、はい、ナミちゃんが色選んだんですよね。選びました。73ブヒ。ってことは52でいいんだ。52ぐらいですか。50やった。50度よし、50度。
73ヤードね。はい、いいね。もちょっと低い、でかいか、止まれ。あ、スピン効いて止まったけど、ちょい奥ぐらい。ちょっとやっぱりあの距離感まだ分かりません。うんうんうん、でもいい入りしましたね。はい、64ヤード64 68です。はい、うまいな、カットに打って。あら、でかい、でかい。あれ、あ、じゃあタフが今なんだ、めちゃくちゃうまく打ったのにね。めっちゃ綺麗に入ったけどね、今すげえいい球でしたけど、ね、ターフってやつ、ターフってやつ、これがターフですね。そうですね、はい、ダーフじゃないですね、これは。優しい。あ、もうちょいなんだよね。惜しい。はい、わー、優しい、優しい。お、うまい、うまい、入れ入れ、よし、ナイス、オッケー。いや、うまいわ。シャーパウ、やった、モス、うわー、ナイパです、モス、やば。な、今、ナミちゃんのライン、はい、参考に、うん、もう勉強になったんで、ありがとうございます。みんな外せばよかった。入れに行かないと。よし、いや、ナイスパットだったから参考になったんですけど。そうなんですよ。さ、ナミちゃん、はい、マジ上手くなってるよね。うまくなってますよね。ほんまですか。だってさっきの70ヤードぐらいのとこ、はい、いつもちょろってたでしょ。確かにトップしましたね。トップとかさ、うん、成長しました。だよね。でもこれマジ打ちやすいわ。打ち、はい、よかったね。何それ。モズさん、モズさん、はい、モズさんってジクラブ、ジクラブですね。うーん、ジクラブですか。うーん、岡山県、岡山県で、うん、あ、モズさんって分かった、あれでしょ、ダンロップのさ、もともといた人じゃない、作ってるの。え、あ、そうなんですか。違った、ケンモチさんってこと。違ったか、なんか青木さん、青木勲さんのクラウドが作ってるんじゃなかったっけな。あ、そうな、違ったらカットで。そうですね、はい、合ってたら使える。そう、へ、気がする。へ、だとしたらすごい、ね、めっちゃ打ちやすい、うん、これ知ってる俺。だいぶマニアック、マニアックですね、ね、さすが。確か、ほんまですか。うん、なんか1回っていうか話題になってるんで、出たんで。そうなんだ。そう、その青木さんのクラブを作ってたっていうので話題になった気がする。へえ、そう、なんかもうフェースがさ、うん、こう構えてる、構えやすいよね、すごく。え、イメージ湧くっていうか。ニッシーも使ってるの。はい、ちょうど昨日の夜届いて、ビニールをつけたままさっきゴルフ場に持ってきました。練習場でちょっと打ってみたら、うん、いい、良かったですよ。何度使ってるんですか。僕は56と60。あ、じゃあもともと50入れてる。そうです、50、54、58だったんですけど、うん、56と60にしてみました。あ、面白い、はい、モズさん、モズさんいいと思います。ナミちゃんのさんもすごいスピンかかったのが、うん、なんかめっちゃいい気がする、ね、あんな見たことないもんね。ないです、あの球ね。はい、うん、ないです、全然違う。そのうちワンダウンになっちゃいましたね。ねえ、困る。早めの、早めにケチャつけっから。どうしたらいいもん。まあでも正直、はい、見てる人からしたら、はい、ナミちゃん店長やってほしいと思ってるから。嘘やん、意外とクロウさん応援してる人もいるかも。ナミちゃんと会えるってないじゃん、はい、うん、ないかな、分からん、ないか、ないでしょ、なかなか。だって、籠坂さん行くしかないでしょ。今やってへんけど、うん、一番出現率高いですね。140ヤード何番。あ、そう、ピッチングしかないのか。ピッチングです。はい、うまい、うまいなぁ。ナイスオン。うーわ、めっちゃ戻る。あった、ロングパット。今日多分そういうの多いと思うよ。あ、確かに確かに。131ヤード7番です。はい、 OK。 めっちゃいい。いけー、ナイス、 OK。 これはね、ナミちゃん、しかもあれですよ、バーディーチャンス、バーディーチャンス、
そして黒田さんの球が先生になると思う。おお、あれはライン的に。そうだ、嬉しい。うまかったな今の。違うルートから行こう。やばい、どうする気なんやろ。58で上げるだろ。そういうこと。そういうことだ。ジャスティン・トーマスみたいなことやってましたね。ジャスティン・トーマス、あれうまいね。ね、え、グリーンから 58? そうなんか、ね、そんなやっていいん。スパイクマークみたいなのがあって、うん、ボコってなってて、でそれ当時立ってね、直せなかったのルールで、うん、で、もう打つしかないんだけど、うん、パターやめてサンドウェッジでそのボコを超えてカップ入れた。すごっ。だって別に打ってもいいの、パター以外で。え、グリーンですか。そう、え、いいんや、ルール上ね。そうなんや。そうけど、まあ、ただその傷ついちゃうから、はい、そのマナー的な問題、はい、で使わないけど、みんな。なるほど。あんなんね、マジ感動しましたよね、僕見た。すごい、あれ、うん、あれはマジうまい。これぞプロって感じしますちゃんとスピンね、止まっ、ちょっとスピンに池を殺して転がっていくっていうね。よ、ナイスタッチ。おはようございます。ナイちゃん、これ全く切れませんでしたよね。弱かった。 OK ですか。はい外すよ。ナイスポコン、怖っ。負けました。負けましたね。まだまだ、はい、でもパーパーやからいっか。いや、ナイスパーですね。いや、ナイスパー。